こんにちは、コーチングアーツです。さあ、やっと CA としての具体提案、陸芸の紹介に入っていきます。第1番目、1つ目ですね、紹介したいのが、横文字で3文字、一見かっこいいですね。 BPM、 これですよ、ね、BPM、ね、PPM じゃないですからね。頭文字取っていただくと、bone pointing method、bone pointing method、ね、分かったようで分かんないようで、まあね、単語をかいつまんでいただければなんとなくですけど、あえて1つ目は骨に焦点を当てています。まあ、ブームというか、一見の運動器、ね、スポーツ、体育だ、トレーニングだというならば、その効果器としての骨格筋に興味関心、そして操作対象、介入意図が伝わる、介入意図が発生するのは当然なんですが、その次のブームとして骨ね、当然骨格筋というぐらいですから、収縮タンパクとそれを支える支持系としての骨格の片割れですね、ボン。我々としても収縮タンパクのこの双璧たる、そこばかりに過度に傾注するんではなく、バランスとして結局運動に、生物の動きっていうのはあくまで骨格の回転がそれを可能にするという仕組みから言うならば、それ自体は動かないものの、骨の回転こそ人間の動き、生物の動きとした見方を当初から持っていました。それを延長させた形で作ったのがボーンポインティングメソッドです。ポイントっていうからには、いわゆる点なんですけどね、横文字で書いていくと分かりづらいんで、漢字で書きますよ。言うならば骨点認識です。骨点ね、骨の点です、ポイント。基盤となるのがいわゆる進化論ですね。どこから進化論か、少なからずこう骨ですから、脊椎の誕生、例えばよく生物学でいうとこの八つ目うなぎとか、目が8つあってこう背骨が1本だけ通っている、いわゆる筒状の本当に生き物ですよね。地上で言えばネズミ、ミミズでしょうし、こう水中でも臓器はもちろんありながら、初めてそれを支配する、いわゆる背腹でいうとこの背中ですよね、背中側でそれを支配する神経系が中心に1本通ってくる、で棒のような管のような生き物が生まれるわけですね。それで前と後ろという前方後方っていうこう生物の概念が生まれてくるわけですけど、それを貫くのが脊柱ですよね、脊柱管っていう脊索ですよね、が生まれてきて、初めてこの骨格、運動器骨格っていうのが、まあ、進化の時に生まれてくるわけですけど、そんな原点的な話から端を発しながら、海洋生物、そしてそれが波打ち際にこう現れることによって、水中環境、海、水中環境からこの高重力環境に出てくる、どうチャレンジするか、これと両生類の世界ですね、いわゆる水陸両用ってやつですよ、いう種が生まれ、そしてそこからこの重力が耐えられない、だからもうやっぱりね、上陸しようと思ったけど海へ帰れてしまった種もいるし、なんとかこの重力に対抗して、その対抗するための構造または機能を獲得して、その象徴が肺呼吸であったり、いわゆる骨格支持系ですよね。それによるいわゆる運動性の変容、発現、そんなプロセスです。そういったものを逐一見てくるわけですね、逐一。そうするとそんな中でも、じゃあ運動器ね、高重力とその移動を可能にする支持系運動器の変遷を骨格進化的に追ってったわけです。そうすると少なくともこの脊柱があり、まっすぐの脊柱があり、そこに尾があり、そして後発的に、どちらかというと後発的ですね、そこがヒレから来るところの、いわゆる人間というところの上肢下肢、四肢動物でいうとこの前肢後肢ですね、いう四肢の発言によってどういう行動様式、動作様式、いわゆる運動、それはスポーツでいうとこのさまざまな動きの可能性みたいな部分の骨格的起点になってるのか、そんな動きを可能にする骨格ってどういう形であり、骨同士の動作の絡みをするのか、そんな視点で紡いでいったものなんですね。そうするとなんとなくな骨があり、骨体があるね、骨端があるねというただのその指示機構としてのものではなく、もっと我々の動きの可能性を引き出していったのはやっぱり骨と骨の組み合わせとその回転現象なんだということが我々とすると見えてきたんですね。で骨は多いと言っても全身で208ということですから、言ったら骨格筋の形態または起死停止の付着の複雑さからするともっと当然言ったら分かりやすいです。分かりやすいね、骨格筋の機能と構造、起死と停止と、じゃあ、紡錘筋と羽状筋と半羽状筋とってやりだすと骨格筋の構造論って成り立たんですよね。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。